日本のツートップは牧、そして玉田、ブランチの遠藤がトップ下で先発。国内組で臨んだ日本は試合開始からわずか55秒、3バックの空いたスペースを突かれます。最後はブルガリア、9番トドロフにゴールを許した日本、いきなり出鼻をくじかれます。前半24分、ようやくリズムをつかみ始めた日本は遠藤のヒールパスに玉田、これは惜しくもポストに阻まれます。その1分後、福西のアーリークロスに飛び込んだのは牧、アピールに燃える2人が立て続けにゴールに迫ります。さらに攻め続ける日本は前半40分、カジのアーリークロスに牧、そして遠藤、日本果敢に攻撃を仕掛けますが無得点で前半を折り返します。後半に入って28分、途中から入った小野から玉田へ、しかしこれは惜しくもサイドネットに。その3分後、右サイドの梶から、こちらも後半途中から入ったサントスが迷わずシュート。その弾道の先にいたのは牧、ゴールに迫り続けた男が結果を出します。しかしこのまま試合終了かと思われた後半ロスタイム、ブルガリアヤネフのフリーキックがそのままゴールへ。土壇場で勝ち越され敗れた日本、流れはつかみつつも課題を残す結果となりました。最初発表まで2試合なんで、まずはゴールを取ろうと、そういう意識で挑みました。もっとねインパクトのあるゴールを取らないとダメかなと思ってるので、幸いあと1試合あるので、またチャレンジして、ゴールを取れるように頑張りたいと思います。